この辺りは損傷がひどいね鉄の船でもこんなにボロボロになるのねそういえばさこの船を見つけてから車掌さんたちも男の人の声を聞いてないよねそう言われてみればそうですねパディントンさんの様子も落ち着いているようですはい 今のところ、いつも通り、ただドジナだけのパディトンです。ドジナだけじゃ困るんだけど。社長、プトラ、ちょっとこれ見て読んでみて。何それ、日記帳公開日誌だね。海で起きたことの記録を取ってるんだ。むふふ。お宝発見だね。 吉野は古物取引の上級者プトラんて書いてあるの、うんダメ、ね、だ,めだ水に濡れちゃっててほとんど読めないよ一応ちょこっと読めそうなところもあるけど私の知ってる言葉じゃないな吉野この部分なんだけど何か読める文字はある うフ<お> <laughs> 全然分かりません <laughs> わ分からないのかよ確かに錦の言語とは違うわよね文字の形からしてセントエリスやベルフォレットのものに近いかしら我らは空と戦った集中攻撃を受けるプリンスを守るため レパルスは月死の反撃を試みたパディント読めるのはい読めますこういう時本当に頼りになるわねこの日誌に書かれた文字はどこの言葉なのかしらそれは分かりませんセントイリスの古語に似ていますが 私はこのような文字や文体を過去に見たことがありませんパディントンが見たことがないってこの世界の記録には残ってないってことじゃないのそれはさすがに言い過ぎですけどそうですね私は各国の重要な記録にはほとんど目を通しているので。 公的な文書や歴史書であるという可能性はかなり低いですそうよねパディントンはエルフの伝記にあった架空の言語まで頭に入っているんだものシェネンブル要塞の謎はそれで解けたけどどうして読めるんだろう文字を目で覆う頭の中にその意味が流れてくるんですまるで誰かが代わりに翻訳してくれているようです 今日のバディントンはちょっと特別そういう知的な面も素敵だと思いますバディントン続きをお願いはいネルの25番通常爆弾一発が右ン後部に命中全員多数死亡蒸気管破裂により致命的な打撃を受けるそれでもなお レパルスは敵の魚雷をかわし続け対空砲火による反撃を浴びせた速力を失い鈍重な的と化したプリンスを守れ対空砲火の手を緩めるな打ち続けるのだ初レパルス宛て関連全友軍艦艇我敵機の雷撃を受けつつあり 1132NYTW 22X09 時刻1158ここで戦闘があったっていう記録ねいや最後の情報が違うこの辺りの位置を示す座標じゃない記録の内容から推察するにこの船は空からたくさんの爆弾を落っことされたのねこの大きな方で迫り来る敵を撃ち続けた 魚雷っていうのはさっきの「九一式会二」っていうお魚爆弾のことかなプトラはどう思うどう思うって何が遮蔽物も何もない海の上でこれだけ大きな船が爆弾満載の空飛ぶ敵と戦えると思う空飛ぶ敵っていうのが 何なのかわからないけど正直なところ難しいんじゃないかと思う船乗りさん達がみんな魔法使いだったら応戦できると思うんだけど船の兵装を見る限りその線は薄いでしょうね25番爆弾が一発命中かあの小さな爆弾が こんなに立派な船の装甲を貫いたなんて信じられない一体どれだけの威力があったんだろう恐ろしい兵器ねカナーリアはあの爆弾をどうするつもりなのかしらそういえばあの女吉野に聞くだけ聞いて爆弾持ち帰っちゃったわねいやゲートの中に入れただけだから厳密には持って帰ったんじゃなくて どこかかに移したのかままさかとは思うけどあの爆弾を使おうってわけじゃないわよねきっと使用済みの空弾塔なんですよ古代史の研究とか調査に使うんじゃないですか使おうにも使い方がわからないんじゃどうしようもないでしょうしそうねそのために使い方を調べてるところなのよカナーリア そう、かなり危ないかなーりやいいこと思いついたから戻ってきちゃった <laughs> どう見てもいいことを考えてる時の顔じゃないねどっちかっていうといけないことを考えている時の顔だあら、そういうあなたの方がいけない顔をしてるわよ バトゥー、ダメだよ。これはただの喧嘩じゃ済まないよ。そんなことわかってるさ。バカな真似はしないよ。この女が本当に僕たちの味方って言うならね。あるあるあら。まだ私を敵だと思ってるのいやね。もしそうなら、とっくに全員殺してるわよ。 私は古代の機械兵器を集めるのが趣味なの下甘アの娘が必死に集めていた鋼鉄人形もその一つ鋼鉄人形は霧を吐く危ない兵器あんなもの集めちゃダメだよそんなの分かってるわよだって私危ないのが好きなんだから <laughs> そこの殺し屋さんと。 おんなじバトゥーは殺し屋なんかじゃないスカンダ傭兵団の次期棟梁大昔から沿岸部の平和を守ってくれてる一族の末裔だよ何寝ぼけたこと言ってんのスカンダって元は戦闘狂の血族よ暴力の中で喜びを感じるイカれた連中でしょ もしかして私たち仲良しになれちゃうかもそれ以上近づいたら誠意ありとみなすけどいいのかなウフ意なんてないけどちょっとしたおたわれくらいなら別にいいわよ売られた喧嘩は買う主義なんだポツやめて手を出したら私が許さないよプトラ カナリアもお願いだからパトゥーを煽らないで私たちはあなたと戦うつもりはないただこの霧を晴らしたいだけなの煽ってきたのは殺し屋さんの方よその殺し屋っていうのもいい加減やめてよプトラさんが本気で怒ってる怒って当然よ パトゥーたちスカンダの人たちは町の用心棒だよあなたみたいに人を傷つけることで快楽を得るような人たちじゃないパトゥーは私の槍の師匠軍学校に入る前に再会して戦いに不慣れな沿岸部の子たちに武器の扱いを教えてくれたそうだよねバトゥー <laughs> あ,あそうだねごめんよプトラ僕ったらちょっと頭に血が上っていたよ強い相手を見るとどうしても興奮しちゃうこの癖は子供の頃からどうしても治らないんだよねだからバトゥーにはクアンがいなきゃダメなんだよねいやそんなことは思ってないけど人の血で海を汚すことは許さない 私たちは海で戦うことなんて望んでいない。フレイマリンは世界で一番平和な国なんだ。海の上には滅多なことがなければ霧は発生しない。海の中では天然の綺麗な玄無石が取れる。霧だらけのイリスクラウドで安心して羽を伸ばせる場所にしよう。そんな場所をこれからも守っていこう。 海の人たちは何百年もの間、そうやって生きてきたんだよフレイマリンの人がみんな自由で気まぐれでマイペースで好きなことばっかりやっていられるのは平和な海があるからなんだうんうん確かにあなたの言う通りね争いはいけないことでも平和な海 どってここまでののとを言っているのかしらフレイマリンの海は全て安全なの海の終点は魔の渦なんてものもあるけどどっちも特別な危険海域だ普通の海とは言えないよ霧が発生する古代の機械部品が見つかる見たこともない異界の兵器や物が見つかるそういった特別なことは この辺りの海にも十分起こりうる一ついいこと教えてあげるこのレパルスという船はこの世界のものじゃないそれってイリス・クラウドではない別の世界のものってこと世界は一つじゃない陸も海も空も次元を超えた先にはいくつも存在する あななた,たちには理解できない話かもしれないけどね。でもその事実を理解しきちんと正面から向き合っている者も,も少なからずいる正面からじゃなくて斜め後ろから見ている人もいるけどねちなみに私は後者。車掌君のお母さんは前者ね世界は一つではない古代の機械部品は イリスクラウドのものではないということですかもちろんこのイリス・クラウドに存在したものもあるわよでもそうじゃないものの方が多いんじゃないかしらだからこの世界は濃い霧に包まれているんでしょう霧を晴らせば異界の者のが呼び寄せられるそれをこうと思うか不幸と思うかは人それぞれ霧晴しの巫女は この世界にとっての正義か悪か霧を晴らせば異界の者が呼び寄せられるそんな話聞いたことありませんああそうかいじゃああんたはまだ巫女として認められてないんだねパディントン・エルロンド名家ーーエルロンド家のお嬢様 ついたあだ名は、破壊の巫女だっけあなたね、さっきから人のこと馬鹿にしてなんなのどんだけ性格悪いの馬鹿になんてしてないさエルロンド家が大事に大事に育ててきた巫女様だものお姉様方は元気にしてる最近 イズリントンが何やら怪しい動きをしているようだけどあんまり目立つことしてると怖い人たちにつけねらわれて面倒なことになっちゃうよイズリントンってエルロンド家の四女信託の巫女の一人私の姉ですそんでさエルロンド家の血を引くあんたに一つ頼みがあるんだよ ちょっとだけ体貸してくれないえ このレパルスという船のおかげでパディントンが異界とつながったみたいなんだよねだから私のゲートと強制的にリンクさせたら異界のものをさらに呼び寄せられるかもって思ったんだけど <laughs> 大正解だったみたいゲートから変な乗り物が 吉野さんが最初に見つけた91式というやつです翼がついてる鳥みたいだねあんなにたくさんの爆弾を落とされたら確実に海のもずくになっちゃうまさかあれが空の敵 戻すのこいつだって本当に知らないんだもん私もちょっと困ってるのよねまさかこんなにすごいものを呼び寄せられるなんて 仕掛けたほーで、撃ち落とせプトロン今、男の人の声が聞こえたんだよほーで、ネルを撃ち落とせって一問だけ動きそうな火砲があるわこれであの爆弾搭載機達を全部撃ち落とすわよ 私にできるかなううんきっとできる絶対にできる車掌さんクイーンズウェイ手伝ってはいさっき見た時と方針の角度が変わってるわこのままぶっぱなせば当たるわよレパルスが力を貸してくれてるんだね でるうーりゃーっゲートの中に戻っていってるのね我らはソラと戦ったパディントンがまた変になってるもし。 争いのない海が存在するとしたら我らは空と共に生きるだろう雲も風も太陽も恐れる必要がないそんな世界があるのだとしたら是非ともレパルスで後悔してみたいものだここは海の上ですね。 会場のゲームだプトロ会場のゲームだ初めて見た私のお父さんがいなくなったところでも同じ場所とは限らないよそうそうそもそもプトラのお父さんが会場のゲームを見た場所はもっと大きいだろ うわバトゥなんとかピンチは乗り切ったけど最後の仕事が残ってるようんここなら思い切り暴れられていいねあなたは誰レパルスの艦長さん 貝の脂と血に染まった海こいつが全ての元凶か海上のゲームの発生源と戦えるなんて光栄だフレイマリンの民としてさあ船長さん舵を取って今度の敵は海の上よ全速、全身 目標正面なんか硬そうな効果くらい。甲殻類。あいあいさん。